どうも、ジャスティスでございます。どうも、中瀬です。ラーメン大好き中瀬さん、年間何杯食べてるんですか？ですね、去年は177杯。まあまあ、もう2日に1杯。今年はね、200目指してる。200? 200なんやったらね、小麦畑も持ってますからね。そうそうそう、30坪借りてるから何キロ取れるんでしたっけ？25キロ取れますね。ラーメンにするともう何百杯、何千杯ぐらいの何千杯ぐらい、いかない。今日はですね、そんなラーメン大好き中瀬さんにいろいろこうお話聞きたいなと思って、まあ、チームメイトですけど、はい、だからやっぱ今軟式野球やってるわけじゃないですか。やってますね。いや、どうせやるんやったら勝ちたいんですよね。まあ、どこのチームも同じだと思うんですけど、まあ、今年は2020年、まあ、オープン大会、まあ、いろいろこう出ていこうっていうチーム内の話があって、7大会、8大会ぐらい出ますと、まあ、そんな中、どこまでこう優勝できるか、日本一になれるかみたいなのもあると思うんですけど、中瀬さんは、軟式野球歴15年。まあまあ長いですね。めちゃくちゃ長いでしょ。あと5年したらもう成人ですね。25ぐらいの時に35までやってると思わなかった。長い。まあ、そんな中瀬さんが経験された経歴が本当にすごいなと思っていて、日本一が2回、全国大会の準優勝が2回、まあ、関東圏内出られるオープン大会の、まあ、優勝が5回、まあ、そんだけやっぱりトーナメントで、まあ、1週間に1回しかない対戦相手も初めましてぐらいのレベルの中、うん、まあ何対何か分からへんけど、うん、勝てるってやっぱすごいなと思ってて、うん、まあ、今年そこをクーニーズとしては目指していきたいなっていう、まあ、西田キャプテンと共に、はい、まあ、あると思うんですけど、まあ、経験された中瀬さんからいろいろね、軟式野球とは、まあ、そこまで重くはならないけど、いろいろこうやったら勝ちに近づけるんじゃないかみたいな、うん、まあ、そんなラフなお話を聞きたいなと思ってて、はいはいはい、いや中瀬さん、はい、いろいろ所属してた、はい、まあ、チームも、まあ、関東圏内であれば多分みんな知ってるんじゃないかなっていうチームに所属されてたと思うんですけど、まあ、3チーム所属しまして、20歳から、まあ、35歳の今に至るピエロっていうチームとサーカスっていうチームとビッグビーっていうチーム、3チーム所属しました、はい、ビッグビーといえばですね、クーニーズも2017年ですかね、まあ、サンスポ野球ですよ。それこそ対戦させていただきまして、投手はこちらにいらっしゃるラーメン大好き中瀬さんが選抜されて対戦しましたね。はい、クーニン TV あれ見てないからね見てない、悔しすぎてボコボコに打たれたな、覚えがあって、あれ誰が打ったの、誰が打ったのっていうぐらいもう思い出したくない。そうな、しかしその後上野くんがしっかりと見せてくれます。それと一本縛りで上野が行きます。ドワーン、ガッツポーズがシュッと出て、これがソロホームランとなります。渾身の一球をジャストミーツ、ええバッターやな、ガッツポーズ。まあね、ビッグビーはあれですけどっていうぐらいよ、もう日本一経験されて、まあ、3チーム所属されたっていうことなんですけど、日本一はどちらのチームで？あ、日本一はピエロっていうチームとビッグビーっていうチームで、日本一サンスポ野球大会で、まあ、優勝しました、はい、上野当てた、決まりました、エンドランが決まり、この瞬間クーニンズの日本一が決まりました。準優勝もピエロ、はい、まあ、じゃあピエロとビッグ B で、はい、まあ、その日本の1、2を取ったということですかね、はい、まあ、ぶっちゃけですね、まあ、日本一になるもう秘訣なんかも教えていただきたいなと思うんですけど、多分並大抵なことで日本一になれないと思うんでね、まあ、そこで経験されたことをいろいろ聞かせていただきたいなと思ってるんですよ。結構噂に聞くとピエロはめちゃくちゃ厳しかったって、まあ、関東圏内にすごく響き渡ったんですけど、あんまり大きな声で言えないというか、動画で流れちゃうかもしれないけど、今めちゃくちゃ大きい声です大宮県北なんだって、俺たちの聖地あるじゃん、ボコボコにされてたからね。そうなんですか。そう、なんでそんななんか、まあ、軟式野球、草野球っていうカテゴリーの中でやられることあるんですか、うん、
なんかチームの特色として、まあ、隙を絶対に相手に見せないっていうところがまあ第一にあったんで、その中で、まあ、僕は結構試合中に、まあ、ちょっとヘラヘラしちゃうとか、まあ、隙を見せるような、まあ、ピッチングだったりそういう振る舞いっていうことをしてたことがあったので、めちゃんこ怒られましたね、その時。いいやん、楽しみだってさもう笑顔でめっちゃ野球楽しいぜっていう表現でうるわ来られたら野球嫌いになっちゃう、そんなもう。その時に結構初めて野球を教わってるっていうその心構えだったり準備とか姿勢みたいなところ、まあ、ちょっと今でいうと古臭いって言われちゃうかもしれないんだけど、そういったことから、技術的なことからそういったそういう姿勢なんか教わりました。だからビッグビー、うん、ビッグビーはどういうチームだったんですか？ビッグビーはピエロと正反対で、まあ、個々の能力ってそんなに高くなくて、まあ、甲子園出場者なんかも一人もいなかったりとか、まあ、俺たちは上手くないから個人でホームランドーンっていうよりはランナー三塁を作ることに必死、まあ、一生懸命頑張ったで叩きでいきたいというスタイルが、個々っていうよりチーム全体で戦ってるっていう感覚がすごいあったかもしれない。じゃあピエロの方は個々の能力で受け取るような野球ってことですね、うん、そうですね、まあ、確かに個々の能力ってそうだけど、例えば第1打席の初球は絶対にストライクゾーンは絶対振るとか、相手ピッチャーがその中で嫌がることなんかはチームの中で徹底ごととしてやってたから、じゃあ徹底的に相手の嫌がることをやっていたのがピエロ。ピエロとはじゃあビッグビーは、まあ、チームの方針をしっかりと個々が認識して、うん、それに向かって1点をみんなで取っていくみたいな、そんな感じですね。そう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 、っていうと結構個々とチームみたいな、うん、結構正反対におると思うんですけど、うん、はい、そういう意味で言えばクーニーズってどういった立場に今、うん、いると、こう、中瀬さんは見てるんですか？その、どっちかっていうと、個々能力が高いから、ピエロの野球のスタイルに似てるのかなとは、まあ、思うかな。うん。僕が経験していた、さっき名前挙げた、ピエロってチームだったり、ビッグビーっていうチームっていうのは、やっぱりその、監督、キャプテンから一番年下の選手までも、しっかりとした縦の軸があって、チームの考え方、方針っていうものに、まあ、みんながそれを目指してやっていこうっていう思いが一つこう大きな軸っていうものが、まあ、それぞれのチームにあったので、形は違えど、ね、形は違えど、うん、まあ、クーニンズも、まあ、そういった縦の軸っていうのが、まあ、あった時に、まあ、日本一に、まあ、かなりつながるっていうものだと思うので、まあ、そういうしっかりとした軸をどんどん太く幹のようにできていくと、まあ、それがいい循環になってチームの中で、まあ、結果もついてきて雰囲気も良くなるっていうことにつながると思うんで、まあ、そういうチーム作りっていうのを、まあ、我々おじさんたちで目指していきたいなと思ってますね。そうですね、まあ、それがまあ今仕事もそうですけど建前ですみんなバラバラの中せっかく集まるんやからなんか同じ目標でもって一緒に頑張ろうよっていう何かがあればそうですねかもしれないですね、はい、ありがとうございますはい、ということでですね、日本一2回準優勝2回関東圏内5回提案されました中瀬さんにいろいろお話を聞かせていただきまして、クーニーズが今年2020年、まあ、オープン大会を、まあ、どこまでこう勝ち切れるかっていうヒントに、まあ、なったかなと思うので、まあ、皆さんも目標、チームで目指しているところっていろいろあると思うんですけども、そういったところの目標をしっかりとチームに浸透させ、おじさんから若手までしっかりとこう同じ目標に向かってっていうのが多分いいチーム作りってことですよね。そうですね、まあ、戦術とかまあもろもろあると思うんですけど、まずはもうしっかり気持ちを整えて、揃えていくっていうところがチームの目標を達成する上で必要なことなのかなということで勉強になりました、はい、ありがとうございます。一番はですねピエロそしてビッグビーを日本一に導いたのにもかかわらずクーニンズは導かないっていうのは避けていただきたいので、ぜひクーニンズも日本一響いていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティス上野アカデミー開講中です。野球が上手くなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。